ちは。こんにちは。あのね、はい、嬉しいね。どうしました？いやいや、まあ一応謝罪をしたじゃない。あ、はいはい、本当に申し訳ないと思って。ゴールデングラブ賞、はいはいはい、そのコメント欄を見たらやっぱみんなあったかいね、うん、心広いというかさ、いや本当に、うん、だからそれだけ真剣に見てくれてるし、ね、俺も真剣にこうコメント欄見てるんだっていう、はい、そういうこともあったけども、うん、すごく嬉しかったね。そうですよね。あと10代の子が、うん、豊さんみたいな友達が欲しいですとか10代にもいい、ね、あ、江川さんって言ってくれっていうコメントもあったから、ああ呼んでくれっつって。江川卓さん、違う違う、そうだよ、江川さんと呼んでくださいと。呼んでください。また指摘になっちゃうじゃないですか。いやいや、まあまあまあね、なっちゃうけど、あとこういう上司がいたら、なんか謝れる上司がいたらいいなとか、まあ、本当にありがたいコメントばっかりでね、うん、もう本当にありがとうございます。で、はい、それにまあ伴って、うん、じゃあゴールデングラブ、うん、まあこれからベストナイン、はい、MVP、はい、発表になるけど、全部記者投票なんだよね。そうなんです、沢村賞以外がそうなんですよね。そうそうそう。でも沢村賞を、はい、決める権威として、はい、記者投票だったんだよね、あれも。そうなんですよ。もともとは記者投票だったんですけど、その江川さんと西本さんで会ったじゃないですか、うん、で成績的に見たらやっぱり江川さんの、まあそうだよね、で、うん、やっぱり記者受けが悪かった江川さんが落とされて、西本さんが受賞したというのが、まあ、それに対して文句はないんだけども、うん、はい、ただそれじゃあまりにもちょっと偏りが目立つんじゃないかということで、はい、選考委員を決めたんだよね、はい、うん、でゴールデン グローブ賞も、はい、まあ、ベストナインも、はい、まあ、ベストナインって総合的に成績が出るから、うん、それはそれでそんなに偏りはないと思うんだけど、はい、まあ、MVP だとかでも競り合ったらわからないよね。そうですよね、うん、だから俺ゴールデングローブ賞って、はい、グラブ賞って、はい、やっぱそのゴールデングローブ賞の受賞者、うん、まあ、例えばピッチャーで受賞した人、はい、これ3人を選考委員にするとか、あ、今まで受賞経験がある人ってこと、だからもう、うん、でキャッチャーで受賞してる人を選考委員として毎年3人、もう持ち回りでいいよ、毎年毎年じゃなくて、つまり OB ってことですね、OB、受賞したことがある OB が持ち回りで、うん、持ち回りでポジション別で、そこのもらったポジション別で3人ぐらいいたら、はい、やっぱこう見てくれるでしょ、責任を持って。そうですよね。そしたら公平な、はい、受賞者がもう顔を並べるという、はい、もう守りだけだから、もうそうですね、だから言えば成績に偏らない、うん、もう守備だけの成績で選んでくれるという、うん、だからもうそういうもう時代になってきてるのかなっていう感じがするよね。そうですね、だからその投票制度をもうちょっと変えていかないといけないんじゃないかなっていうふうに、ね、やっぱこうもう考える時代になってきてるよね、うんうん、でベストナインもそう、はい、ベストナインを受賞してる人、はい、これが選考委員として責任を持って、うん、その選んでいくという、はい、まあ、いうこともあってもいいよね、はい、その中で記者投票もしてもいいけど、でも権威を持ってるのは受賞者が選んでいくという、うん、なんかそういう形が一番いいのかなと思うよね。そうですね、それだとなんかこう納得するというか、うん、で多角的に話し合われれば、うん、あ、それこう思うんだけど、いやでも実は数値的には守備の方だったよとか、うん、意見からしてじゃあこの人にしようっていうふうに、うん、ありますもんね。で誰が今回選んだかっていうのも分かるようにするってことですよね。あ、もちろん、うんうんうん、でもう責任を持って選ぶという、はい、まあ、こうやった方がやっぱこうファンの人もいろいろもう情報とか数字とかも持ってらっしゃるんで、もうその方がいいのかなという、うん、そうですね、うん、ただ数字が上だけ下だけど受賞したって言ったらさ、いやいや条件的に、うん、こうだったんだよと、うん、ね、守備機会だったりこう圧倒的に多いしみたいな、はい、そういうこう納得できる部分っていうのが俺は出てくるかなっていうような、うん、まあ、そんな感じがするんだよね。そうですね、うん、だからなんかやっぱこう新しいものっていうんじゃなくて、はい、正しいものをこう出していくという、うん、そういう形の方がすごく
見ていてスッキリするかなっていう、それとまた権威も上がってくるよ。あ、そのショーのね、うん、はい、やっぱこう記事とか見てるとさ、うん、何の権威もないとかさ、あ、はい、うん、確かにそういう風に書かれてるところもあるし、うん、はい、うん、だけどそれを権威を持たすために、まあ1年間やっぱり一生懸命頑張ってきた人が、はい、やっぱそういうショーで日の目を浴びるっていうのはさ、すごく素敵なことじゃない、はい、だからなんかそういう風な選考の仕方っていうのができないのかなっていう、うん、そんな感じしない？いや、しますします。その方が時代にも合ってるし、見てるファンの人も、うん、まあもちろんね、全員100人が100人とか1000人が1000人納得する投票ってないとは思うんですけど、ね、うん、でもよりその精度を上げることは、うん、そっちの方がいいんじゃないかなっていうふうに、ね、うん、思いますね。私もやっぱオルガ夫人もそう思いますか？なんでよ。いやいや、コメント欄をよく見てるとさ、オルガオルガってさ、みんな壺に入ってるからさ何人かね、何人かね、何何何オルガ夫人ね、なんかオルガ夫人じゃないのもあるといいですね。なんか何がなんか、まあ、オルガ夫人のキャラが強烈ですもんね、やっぱりね。ペタリー、いや、強烈だよ。そうそういいんじゃないの、オルガさあ、オルガね、あ、オルガオルガ夫人、そうですよ ね、うん、あ、でも、例えばオールスターの、うん、あ、ファン投票あるじゃないですか、うん、あれって、選手間投票とかって、うん、あれって後からできました、うん、後からできた、ね、そうですね、もともとはファン投票、うん、で、その後、まあ、監督推薦で、最後が選手間ですか、あれって選手間、そうですよね。だから選手間も実は後からです。いや、だからまあ受賞者が選ぶといいって言ってたけども、うん、選手間投票でもいいよね、うん、面白いですよね。いや、絶対いいよ。だってお互い戦ってるわけだから、うん、分かるよね、うん、あいつやっぱうまいなって俺なんか思ってたもん。あ、実際現役でやってる時に、うん、翔だってうまいとは思わなかったけど、はい、篠塚さんってやっぱうまいなと思って見てたもん。やっぱ選手目線、そのグラウンド目線だとまたこう変わってきたりとかしますもんね、うん、その数字だけじゃない部分ももしかしたらあるかもしれないし、うん、でも翔太なんか見てると市民球場って昔少し人工芝よりは荒れてたからさ、はい、ああよくここで、うん、ああいう守備できてんなとか、うん、そういうところはあったけど、はい、篠塚さんの見てたらやっぱうまいなとかさ、そういうの感じてたし、はい、選手間投票で決めるっていうのも全然いいよね、うん、ですよね。そうするとなんか、うん、あ、意外にこの選手なんだっていうのがもしかしたらあるのかもしれないし、いやいや、だから例えば守備固めでさ、はい、必ず出てきてるような選手、うん、はい、まあ、昔で言えば大和、阪神時代の、はい、ああいう選手なんていうのは本当出てきたらなんか抜ける気しなかったしさそういう意味では選手間の中で、はい、まあ、投票をさしてもすごく面白いと思うよね、うん、そうですよね。いや、選手が選手を選ぶって、はい、それで賞が決まるっていうのはものすごくやっぱりこうプレイヤーとしたら嬉しいもんだよ、はい、そうですよね、うん、だからそういうこともあり、うん、まあ、いろんな方法があるんだよね、はい、うん、決め方とすればね、うん、だからそれをやっぱこうもう考える時期に来てるかなっていうふうに思うよね。そうです、ね、だって俺だって日本記録作ってゴールデングローブ賞取れなかったからさ、はい、そうですよね、うん、で記録って何なんだろうなって思った時もあったし、うん、もうそれからもう二度とこの賞はいらないって権威を感じなかったわけよ。あ、もうそこに対して、うん、だからもうそれ以降取ってないんだけどね口は災いのもとでそれでも選べよって思ったんだけどだけどそれはもう二度と選ばれることなく、はい、まあ、1個だけ取れたらよかったなみたいな、うん、ね、そういう形にもなりかねないじゃん。でも昔からそういう人っていたのよ、もうこの賞はいらないって、うん、だからやっぱり選手間同士っていうのはよく見てるし、はい、例えばそのイメージだけでは絶対決めないし、はい、だからそういうのもいいし、うん、まあ、受賞者が責任を持って毎年じゃしんどいだろうから、はい、持ち回りで決めていくとか、うん、はい、ね、3人ぐらいの選考委員がいて各ポジションの、うん、ね、それで決めていくとか、うん、だから視聴者の人たちもなんかいろんな案があったらコメント欄にちょっと書いてほしいよね、うん、あ、そうですよね、うん、こういうふうにした方がいいんじゃないか。それをやっぱりこう発信していってさ、はい、そういうふうになっていくと、うん、また変わってきますよね。また変わっていくと思うし、声が届く、絶対今のシステムがいいとは思わないしね、はい、うん、で
構変えていかなきゃいけないと思ってるし、うん、だからまあこう微力ながらね、はい、なんかこうそういうことを発信をどん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 していって、うん、いいように、はい、またみんなすっきり、そうですね、で権威ある賞にこう到達できればいいかなっていうふうに思ってるけどね。そうですよね。いきなりなんか豊さん、こんな賞ができたら面白いな賞みたいなのってあります？まあいろんな賞はあるんだよね、うん、佐藤なんか里崎賞作るのかみたいな里崎賞、誰が取れるんだ。いやでもさ、賞ってさ、うん、面白あの最初はそう笑うかもわからないけど、はい、なんかこれが権威ある賞になっていくとさ、うん、すごく価値あるものになっていくじゃん、はい、最初なんてそういうもんだよ、うんうん、そうですよね、うん、確かに。だけどなんか笑いから始まっても、うん、なんとか賞、豊ちゃん賞とかさいやそういうのができて、まあ、例えばこれはこういうプレーを、まあ、今急に言われたから、はい、あの内容までは分かんないけど、はい、でもなんかすごく特化してるもの、あそうですね、一つに、うん、一つに特化してるものがあれば、うんうん、なんかその賞を受けた人っていうのは、うん、俺はなんか喜んでくれるような気はするけどね、うん、そうですね。だから最初は笑いかも分かんないけど、うん、だけどそれがどん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 定着していって、はい、いやあの賞はすごいよっていう風に言われるようになれば、うん、はい、やっぱいいよね。そうですよね、うん、いやずっと面白い豊かちゃん賞とか、そうでいいですね、いいでしょう、うん、何にしましょう、何に特化してる、何がいい、ちょっと考えなきゃいけないけど、ね、なんだろう、何ですかね、昼も夜も通るよみたいな感じですかいいかもですよね。もう日中も通るようで撮って夜の六本木への通る率、出現率、出塁率、何回来たかとか何割何割、そうそうそう、あ今月は5割だとかね、なんでダメ、ダメだよ、ダメ、あ今月2割だからダメとかねそうだ、遠征が多かったらどうするんだ、だ遠征の時はやっぱり地方でしょう、地方で、うん、地方で、誰がお前カウントしとくんだカウントあまた来た今の街にみたいな申告すんのか俺に選手がわざわざ、そう日中だ、それは日中も頑張んなきゃダメですよ、当たり前だよ、本職の方でも盗塁とやっぱ出塁率で、夜の方も盗塁は女性の心を盗む盗塁と、あとお店への出塁率、まあ例えばさ、はい、真面目に戻っていいですか、あのファールを一番打った人とかさ、あだからピッチャーに一番球数投げさせた人とかさ、あそれいいですね、それとかその時間短縮で、はい、あの一番数が少なかった人、うん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 、ピッチャーに対して、ピッチャーに対して、あバッターとしてってことですか、はい、正確に打ったという、あ取った、はい、まあそういうなんかいろんな賞ができるといいよね、面白いですね、面白いと思う、細かく見ていくとね、そうですよね、うん、それはいいかもしれない、まあね、いろいろちょっと考えながら、はい、うん、だから変化していってもいいよね、うん、みんな変化を怖がるけどさ、はい、だけどそういうふうにこう賞のグレードを上げていくとかさ、うん、いろんなことをこう考えると、はい、やっぱもっともっと考える余地がたくさんあるよね、だからコメント欄にどんどんね、うん、こういう決め方がいいとか、うん、もっとこうなればいいとか、はい、まあ、そういうことをあの書き込みにね書いておいていただければ、そうですね、嬉しいです、嬉しいですね、よろしくお願いします、はい